この紹介三陸わずか8畳とですね、これから3畳3畳、これは4畳半の小さな部屋で、この辺りの、まあ貧しい武士が中心ですね。その貧しい、武士の生たちをこの集めて、無料でもってですね、自分自身の志、今、日本がどういう状況にこの陥ってるかということをですね、知らして、それに対する対応をですね、ここで、教えたわけですね。そういう青少年の志にですね、火をつけていったというのがですね、青少年の、まあ、一番すごいところですね。しかもその感化力と言いますか、自分が真っ先に実践していると。ペリーの黒船にですね、乗ってアメリカに行きたいということを、当時の鎖国の祖法といいますか、これが徳川時代の、まあ、第一のですね、鎖国の憲法のを犯して、国金を転がしてですね、黒船に案外していきたいというような、そういう海外知識欲というものがですね、それが、日本の鎖国を打ち破って外国への道を開いたということですね。これは、吉田松陰優秀の旧高となってますね。ここに一応、この江戸ので、黒船に乗ろうとして、捕まってですね、この獄に刺されたんですね。それで三条一分、三条半の一室に入所されたと。吉田松陰優秀の旧宅ですね。本当に小さな小さな、吉田松陰優秀の旧宅ですね。これはまあおじきの家にですね、おじきの家に、室内には、まあ、おじきの家ですよ。だからこれは杉デリノスケにこれ預けられこれ預けられたにくなって留守室に謹慎し、読書と著述に専念したと。この閉じ込まれているこの間にですね、猛烈な色欲で、数百冊の本を読んでいますね。
校でも教科書の前に一応弟子を集めて、ここで、ここで、ね、自分自身の指標ですね、伝えていきます。お勉強の仕方を選んでおられたようです。そういう風な勉強も、はい、ただ講義室だけの、ね、難しい固いお話じゃなくって、そういう作業をしながらのっていうこともですね、本当に少しの時間も惜しまれていらしたわけです。生活を通じた本に、ね、教えて、ね、あとはやっぱり29歳という生涯を、ね、年でいらっしゃるだけに、こういうところでもやっぱり凝縮した人生を送っていらしたんだなっていうことなんですね。どこかでやっぱり駆け足をなさっていらしたんだっていうことで、どうかあんまり突っ走りすぎてもねいけませんから、途中必ず歩んでください。歩くという字は少し止まれってくると思います。これは優秀の優秀幽閉された、旧杉平之助の